J2 リーグは日本のサッカー2部リーグ。タイトルパートナー契約により2015年から明治安田生命 J2 リーグの名称を用いている。1999年に J リーグの2部化によって誕生した。初年度の J2 参入クラブは J1 参入決定戦で J1 参入が叶なわなかった2クラブと第7回ジャパンフットボールリーグの 参加クラブのうち将来的な J リーグ入りを希望していた8クラブの計1 0クラブで争われた。2012年以降は22クラブで行われており、成績上位のクラブは J1 リーグへ昇格し、成績下位のクラブは J3 リーグへ降格する。リーグ開始当初から現在までにステージ制を採用したことはない。開始当初から2014年までは、 J リーグディビジョン2の故障を用いており、リーグとしての冠無スポンサーは存在しなかった。2015年シーズンからは明治安田生命、保険相互会社と J リーグ全体のタイトルスポンサーとしての契約を締結し、リーグ戦の名称を明治安田生命 J2 リーグとすることとなった。2018年12月14日に、 明治安田生命保険との4年契約を更新している。秋田山形水戸栃木群馬大宮千葉、東京 V 町田相模原甲府松本新潟金沢、岩田京都岡山山口愛媛北九州長崎、琉球2021年の J2 リーグ所属クラブの所在地各指標は J リーグ公式サイトのクラブプロフィールの記述に基づく。J リーグ加盟年は 正会員となった年。2011年シーズンまでの数年は原則として、毎週土曜日と日曜日に振り分け、終盤の数節を除いて、土曜日に2から4試合程度、日曜日に残りの6から8試合程度を開催していた。2012年シーズンからは原則は、日曜日が開催日となった。また、1クラブあたり、 ホームアウェーで42試合を開催するため、月に1回程度は、平日に試合を開催することがある。平日は、祝日と重ならない範囲であれば、基本としてナイターである。ただし、初期には照明設備を持たない会場でも試合を行った関係から、ごく一部で、平日のデーゲーム開催をした事例がある。なお、FIFA ワールドカップが重複する場合はその年度や、 チーム数により中断する場合と中断しない場合とに分かれる。2002年2010年はリーグ戦を中断したが、2006年2014年は期間中にも試合を行った。夏季オリンピックによる中断期間が設けられたことはなかったが、2021年は東京オリンピック期間中にリーグを中断した。j リーグの将来像の決定2008年7月、J リーグは、 J2 リーグの将来像として以下の3項目を理事会で承認した。J2 の参加クラブ数は最大22とする。J2 の参加クラブ数が22に達したシーズン以降は J2 と JFL と入れ替え制度を導入。J2 の参加クラブ数が18に達したシーズン以降は J1J2 入れ替え戦を廃止し、リーグ戦成績をもって昇降格要件とする。 昇降格に関する備考2012年から2017年まで導入された J1 昇格プレイオフ並びに2018年から導入されている J1 参入プレイオフでは参加要件としてクラブが J1 の参入基準を満たしていることとされており J1 参入資格を持たないクラブはプレイオフに参加できないこの条件は従前から設けられていたが 2012年の昇格プレイオフ実施にあたってルールが厳格化された。また J リーグで2013年から導入された J リーグクラブライセンス制度では J1J に別のライセンス基準が導入され、昇降格にあたってはそれぞれのライセンス基準を満たす必要があり J1 基準を満たさない場合には J2 降格もあり得ると報じられている。2012年に FC 町田ゼルビアが J2 に昇格した際には運営会社設立から赤字続きであることを理由に昇格初年となる2012年度の決算を黒字にすることとの条件がついた。なお、J2 の株にあたる全国リーグとして J3 リーグが2014年度に創設され J2 の会にクラブは従来の JFL に代わって この J3 リーグの上位にクラブと自動を入れ替え、あるいは J2J3 入れ替え戦参加の対象クラブになり得ると決められた。ただし、J3 所属クラブが J2 に昇格するには J2 クラブライセンスが必要なため、その取得状況次第で J2 で21以下のチームにも J2 への自動残留、ないし自動降格から入れ替え戦参加へと変更される場合がある。 2020年シーズンは、新型コロナウイルス感染症による影響から J1 よび J2 からの降格は行われず、昇格のみが行われた。これを補正するため、2021年シーズンは、昇格に降格4のレギュレーションが導入される。チームに対する表彰は、J リーグ表彰規定に定めがある。2018年シーズンは、以下の通り、 J リーグはオーズにて、J にフェアプレー賞、J にモースト、エキサイティングプレイヤー、J にベストゴール賞が表彰される。選手名が、ふとじは2021年シーズン終了後時点で、現役の選手。2021年シーズン終了時点、2021年シーズン終了時点、いずれも2022シーズンのもの。ありがとうございます。